シャリニヒトでは深海に住む極秘動物の一群である。骨盤や観測が体の周縁に沿って環状に配置されていることからこの名がついた。分類上はおおよそ綱もしくはメレベルの扱いを受ける。1986年に最初に報告され2008年までにキシラプラックス一族の三種が記載されている。シャリニヒトでは平らな円盤状の体勢で いずれの種も直径3センチメートル以下である。体の周囲には放射状のエントゲを持つ。典型的には2系統の水管系、外側環状水管と移行環状水管を持ち、他の極秘動物に見られるような放射状水管を描く。体の周囲には外側環状水管と連結した観測がリング状に配列する。腕はないが、 体の下部に極角に分割された、二体を持つ。胃は失われているか、対価的である。タイプ種である、ウミヒナギクは消化器がなく、口側の白膜を介して、吸収栄養を行っていると考えられている。X ターンアラは、農場の胃を持っており、中からは、デトリタスや、有効虫などが発見されている。X もデューシフォーミスの記載当初は胃を持たない。 コトガ族の分類形質であったが、エクスターンワラの発見と記載に伴い修正された。死有遺体。有個体には生殖貴様の突起がある。海雛クでは生殖層の内部である、程度肺発生が進むことが報告されている。ビピンガリア妖精やブラキオラリア妖精のような、浮遊性妖精の存在は知られていない。シャリニヒトでは3カ所から見つかっている。 ニュージーランド沖の深海、バハマ沖、そして最近発見された場所が、北、太平洋である。最初に、シャリに人手が採集されたのは、水深線から2066メートルに沈んだ、朽木からであった。前述の通り、詳しい植生などはわかっていない。種としてはわずか3種が報告されているに過ぎないが、100近い個体が、バハマ近海から採集され、 そして北た太平洋からもある程度の数の個体が水揚げされている。1986年にシャリに人手が発見されて以来極秘動物門内における分類学的位置には議論が続いてきた。発見当初はシャリト人手綱として信仰が設立されたが人手綱や雲人手綱との類縁性は明瞭でなかった。 2006年に3種目のシャリヒトデが発見された際に分類が再検討され、ミリアンペアワー2006ではヒトデツナ海のネオアステロイディアアコウの姉妹群として位置づけられている。他にもアコウレベルで他のヒトデと分割せずヒトデツナ日輪ヒトデ目の海群として扱われる場合もある。以下に分類の例を示す。ABC ベーカーアンロ老フへ。 クラークフェス、A ニュークラスオブ和解のデルマータフロムニュージーランド。ネイチャー321、862から4、AB ローフえベーカーアン、クラークフェス、ザモルホロジー、デベロップメントタキソノミックステータスオブ、キシラプラックス・ベーカー、ロー、アンドクラーク・ウィズ。ザディスクリプションオブ、A ニュースピ e c i プロック、アール・ソーク、ロンド22、223。 四百三十一から九 A.B. ミリアンペアワーシエ A. ニュースピシーズオブキシュラプラックスフロムザノースイーストパシフィックコンパラティブモルホロジー &A. リアセスメントオブファイラジニーインバーテブラットバイオロジー百二十五百三十六から五十三ありがとうございます。